打天使殺人事件は新世紀謎クラブによる長編推理小説。この作品は新世紀謎クラブのメンバーらによるリレー形式で執筆が進められている。この作品はリレー形式で執筆が行われており、以下のルールがあらかじめ定められた。全体的な打ち合わせは一切行わない。各執筆者はそれまでの原稿を引き継いで執筆する。 真相や伏線に関する質問は禁止構想を呼び、執筆の時間は原則2週間北海道小樽市。観光客で賑わう小樽運河である日、小舟に乗せられたウェディングドレス姿の女性の死体が発見される。この死体は頭、胴体、両腕、両足が方法された死体だったが、なんとそれぞれが別人のものと判明する。 それと前後して金文字新聞社札幌市局へ打点死を名乗る人物から女性を残殺し死体を解体する様子を映したビデオテープが犯行声明文と共に送り付けられる。翌日、今度は苫小牧市内の林の中に止められたマイクロバスの中で9名の男性が残殺されているのが発見される。現場に急行した苫小牧署の美化、雪子警部が バスの車内に女性のいたらしい痕跡を発見し、捜査本部は前日のオタルのバラバラ死体と同じ犯人の犯行と断定、大量虐殺事件として捜査を開始する。しかしその後も全国各地で第2、第3の報合死体が発見され、日本中が打点死への恐怖に包まれる。この作品には、それぞれの執筆者の既存の作品の登場人物も、 登場している。ありがとうございます。